こんばんは、おはようございます。小説家の勝瀬正彦でございます。前回に引き続き AV 男優の鈴木一徹さんと一緒にお送りするということでですね、前回ですね、ナイトダイバー夜の性愛相談室ということで、リスナーの皆様からたくさん届いた、性や愛に関する告白や相談を、読んでいったわけでありますが、今週もその引き続きをやっていきたいと思っております。あっという間でしたね。前回あっという間でしたね。ちょっと今週もできるだけ多く読めるようにね、テンポアップして頑張っていこうと思ってますが、はい、三重県お住まいのラジオネームなお、勝瀬さん、一徹さん、おはようございます。おはようございます、はい、おはようございます。お二人にお聞きしたいことがあります。一徹さんが出演している作品を見ているうちに男性を責めたいと思うようになりました。お二人は女性から責められるのは好きですか？女性が男性を責めるってことに抵抗ありませんか？教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします、ということでですね。女性から責められるの好きですか？最高ですね。はい、そうなんだ。はい。してもらうと申し訳ない気持ちはなるんですけども、うんうんうん、心の中でありがとうって。ああ、なるほど。はい。むしろフェアじゃないですよね。あ、片方だけがってこと？はい。なんで男性だけがするものなんですね、はい、特にね、左乳首、あ、責められたい、はい、なぜそこをおざなりにしてるんですか？あなたもされてますよね。左乳首がかわいそうじゃないかと、はい、勝瀬さんはどうですか？なんか知ってあげたいの方が強いんですよね。だから責められてると申し訳なるなる気持ちがすごい強くなっちゃって嫌なんですよ。でも昔、ある女性に、なんかしたいことしてあげることないみたいな、俺が聞いたんですよ。あ、それは困ってることないか的な意味で聞いたら、タバコ吸いながらフェラしてるとこ見てほしいって言われて、すごいな。俺それ絶対できない。全部俺じゃないんですよね。一個も当てはまってないんだけど。なんで？わかんない。それが性癖なのですか？そうすることで満たされる何かが、なんか刺激感みたいな。そう、きっとその人はある方だったんですけど、はあ、わ、ごめん、俺それ全然無理だってなって。禁煙パイプじゃダメです。そういう問題じゃない、そういう問題じゃない。違う趣旨間違ってるとね。それを言われた時に、はい、あ、俺本当にこの奉仕されてる側になるとめちゃくちゃ萎えちゃうタイプなのかもなっていう。3時間舐めろって言われたら永遠と舐め続けれる自信があるんですけど。素晴らしい。本当な、これでも S か M か分かんないですよね。あと首絞めてくれって言われるのが、キャラクター的に多いんですけど、言われることが。でも俺そういうの一切できないから、キャラクター的になんか思われがちなんですよね。でも全然そういうのできないから、なんかおとなしいんだねみたいなこと後で言われたりして。いや、その後の空気俺ちゃんと傷ついてるんですよ、いつも。すいません、なんか勝手な偏見を持ってて。だから、話戻りますね。なおさんの、お便りは男性を責めたいと思うことですけども、それがハマる方だったらいいんじゃないですか。相手によるってことですかね。そう、相手による。本当にウェルカムもいれば、そう僕みたいに、いや、ちょっとそれやられてると申し訳なくなってきちゃうから、やり返させてっていう風になるというか、まだフェアがいいとは思ってるんですけどね、っていう感じがあるので、一概に答えはなく、都度確認してくれっていうことですね。ってことですね。はい。続いてラジオネームポチャッコ、セックスレスについてのお話です。一徹くんはよくセックスレスの解消方法として断った方が次回誘うと言ってます。おお、確かにね、素晴らしいですね、さすが先生。ありがとうございます。いや、断った方が次回誘うですよね、確かに。私も2年近くセックスレスです。私がどうしてもその気になれず断ってしまいました。年頃の子供がいる同じ家でするのも嫌だったし、私自身の性欲がなかった。最近ではこのままではまずいなと思ってます、主人は性欲が強い方で、しばらくの間はずっと誘われてました。その度に私は断り続けていたので、今更こっちから誘うなんて自分勝手じゃないと思う自分がいて、誘い方もどうしたらいいか分からず、どうしたらいいかなと相談させていただきました。いや、いいんじゃないですか。潮目が変わったってことですよね。誘っていいってことですか。はい。お、やっとかって多分旦那さんは思ってらっしゃる。いや、でも俺もそう思いますね。うん。初めは軽めのジャブから。どういうこと、軽めのジャブ。なんですかね、ボディタッチ。ああ、なるほど、はい、そっか、言葉にせずに、はい、ボディタッチから始める。はい。わー、エロいな、勉強になるな。だんだんこう背中から、はいはいはい、こう近づいていく感じ、近づいていく感じ。したらもうね、旦那さんもなんか変化に気づいて、どうしたんだよみたいな。その時に実はって
あいい、あそこで言うんだ、はい、どうですか、それでいいです、もしくはうんうん、うん、イエスの枕を買ってきてイエスの枕を置いとくと典型的だな、マジで一番ストレートで分かりやすい、ビレッジヴァンガードで買えばいいんだ、そうですね、うな丼と焼肉を置いてで、あの裸にエプロンとかで待ってくれれば、まあ、嫌でも喋んなくても伝わる、ベタベタすぎるだろあ、じゃあこれはどうですか、はい、掃除をするときに、うん、やったらその旦那さんの後ろって、うん、四つん這いになって床拭きをするとかいや AV の見過ぎだって言おうとしたけどこの人 AV 男優だったんだよなすいませんすいません、それですね、いいかも、それですか、 AV シチュエーション、それですか、夫が好きそうな AV シチュエーションをオマージュして、うん、はい、家の中で連想させるっていうのをジャブで打つもうやめようこの話、はい、すいません次のお便りいきます、幸せになってほしいなそうね、はい、本当に、岩手県お住まいのラジオネームのっち、うん、かつてさん、一徹さん、おはようございます、ございます、悩んでいること、それはコンドームをつけないと彼が痛がることです、あそっちか、なるほどね、近い将来子供を授かりたいと思ってますが彼がとても痛そうにするので不安になります、なるほど、同棲していてセックスはゴムをつけて週1回2年近くになります、ゴムをつけていても彼が射精しても彼に気持ちいいよと言われてもゴムをつけないでセックスしたあの日の、あえつけないと痛がるんだ、逆ですよね、逆だ、なるほど、うん、ゴムをつけないでセックスしたあの日の痛いという言葉を引きずってしまい心が満たされないままになってます、大好きな彼だけに気持ちよくさせてあげたいしあったかい気持ちになるセックスがしたいです、うん、勝瀬さん、一徹さん、アドバイスお願いします、ということで、珍しいパターン、珍しい、なんか、うん、あのゴムつけたくない言い訳に、うんうん、ゴム痛いから嫌だっていうクズな男と出会ったこと何人かあったけど、ええ、逆パターンですね、ですね、つけないと痛いんだ、はあ、まあ、おそらくなんですけれども、はい、摩擦が痛いってことですよね、すごい彼が敏感で、そういうことですよね、うん、濡れ具合とかの問題かな、きっとそれかなっていう気がするので、うん、単純にローションとかいろいろ試してみて、うんうんうん、それで大丈夫であればいいなっていうのが楽観的な意見ですね、ですね、うん、あとあれどうですか、膣トレっていうのが以前流行ったことあったんですけども、おー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 、その名器って言われてるものに対して女性すごい憧れを持ってるらしくて、はいはい、へー、男がチンチンでかい方がいいと思ってと同じ感じですか、まさに、はい、あなるほど、なんですかね、このぐらいのクラッカーボールをラジオでこのぐらいって言われてもねごめんなさい、そうですね、クラッカーボールぐらいのピンポン玉ぐらい、そうですね、うん、それをあの自ら女性器の中に入れて、おうおう、であの肛門括約筋を締めて、その格好で仕事をするっていう、仕事をする、へえ、そうするとそれがベストセラーになったんですね、そうです、そういう世の中え本当にそれ、はい、調べてみてください、知らない世界すぎる、なるほど、締めようっていう意識が強すぎる女性の方、僕もお仕事で何度かご一緒させていただいたことあるんですけども、うん、痛いんですよ、あ逆にすごいですね、痛みを感じるほど、はい、強く締めれる人がいるってことですね、いらっしゃいますね、へえ。なんかあの入り口だけなんですよね、うん、あ肛門括約筋はってことですか、そうです、肛門括約筋は、うん、はい、入り口を強く締めるための筋肉、はい、はい、なので挿入しても締めるって言ってもここが締まってるわけじゃなくて、あ奥じゃなくてあくまでも入り口が締まってるだけなんだ、なのでそこが痛いってことですか、はい、もうキュウリ千切りされてるような気分、うわ痛い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 、なるほど、良かれと思って女性の方もやらってて、あどうきつかったって言われるとなんて答えたらいいんだろう、きついとは違うんだよなっていう風になってるってことですね、で仕事でご迷惑かけた記憶は急にふわっと、へえ、そっか、はい、でもノッチさんがどういう状況かわかんないですけど、うん、痛くなっちゃうぐらいってことですかね、そうです、だから気持ちよくさせてあげたいしあったかい気持ちになるセックスがしたいですって書いてあるので、ああそっか、頑張りすぎなくて頑張っちゃってるのかな、なるほど、って思っちゃってるんです、めっちゃリラックスすればいい、そうなんです、そうなんです、はい、お互いに楽にやりゃいいってことかもしれないですね、うん、ノッチさんの場合は、まああとその先ほどおっしゃった潤滑剤、うんうん、はい、うん、などなど試してみてってことですね、はい、もう少しだけ読ませてください、広島県お住まいのラジオネームタカハッピー、勝瀬さん、一徹さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、私は彼氏とセックスをするときに前戯は気持ちいいのですが挿入してそのまま腰を振られるととても痛いです、中行きは AV 上のフィクションなのかなと思っていましたが友達は挿入されて気持ちよくなってるみたいです、
仲良きできないのは私の体が原因なのでしょうか、それとも私の技術的な問題なのでしょうか、私が努力して仲良きできるようになるのであれば教えてほしいです、ということで。これはトレーニングだって僕は聞いたんですけど、仲良きはファンタジーであるって僕は思ってたんですけど、うんうん、それをある女性に言ったら、はい、バカそれは鍛えりゃどうにかなんだよっていう風に教えられて、本当に、そうなんだって。その女性はもともと仲良きできなかったけど、はい、なんかいろいろそれこそ実トレ的な練習をしたんでしょうね、はい、そしたらいけるようになってもうめっちゃ楽しくなったぞセックスがっていう話をしてくださって、知らない、そういうのがあるんだって。天然で仲良きできる人と、それでトレーニングしていけるようになった人の、2つに分かる、すごいかっこいいです、はい、なんかすごい話をされたなと思いました、はい、違います、僕の見解。一応あのコンドームメーカーの中で JAXA っていうところが、はいはいはい、あの資料出してて、はい、仲良きできないあの女性の方の割合が 70% あ、圧倒的に多いんですね、そっちの。いけない人の方が圧倒的なので、まあだからまずはそれに対してあのコンプレックスを抱く必要はないんだ、全くないっていうことを言いたいですね、うんうん、で外ではいってらっしゃるんですもんね、うんうん、前儀で気持ちいいっておっしゃってるんですけれども、うん、前儀って増やしてもらってもいいのかなって思います。あ、中行き外行きっていう分け方も難しくて、これクリトリスって、はいはい、言って大丈夫なんですか、丸、お、どういう番組なんだよ、ね、どういう番組なのこれは、本当にこれでも大事なことなんそうですよね、そうなんです、うん、はいはい、クリトリスって、はい、あのイメージで どんな絵に描いたら表現、え、なんすか、絵に描いたら、はい、図にするとめっちゃ難しい、なんか小さい、はい、豆のようなですよね、うん、視覚的にはそれしか見えないんですけれども、はい、実はもっと豊かっていうか大きくて、その何ですかね、大陰唇とか膣口の中にこう何、うん、ですかね、ここが膣口だとして口でうまく説明できないんですけど、膣口の周りにそのクリトリスってぐわーってこう表面で覆われてるんですよ。え、あ、へえ、あんまりその印象ないですね。そうなんです。自分の顔がクリトリスだとしたら、はい、この両手、自分の顔がクリトリスだとしたら、両手が、はい、両手まで広がってるんです。あ、相当ですね。はい。そのぐらい大きなものなんだと。はい。で、前儀をたくさんこうあのしてもらうと、うん、だんだんそこが膨らんできたり、あったかくなってきたりとかして、挿入するときにその挿入の摩擦と同時にその膣口のあたりのクリトリスの部分が刺激されて中でも行きやすくなるっていうイメージなんですよ。なのでもう少しこう前儀をしてもらった方がいいんじゃないのかなと思いますね。そうですね、うん、それはもしかすると自分自身でしてる時もそうかもしれないですね。確かに、なんか、うん、その道具使ったりとかしてやる時も楽しみ方を変えてみたら、うん、もしかしたら仲良きするかもみたいな。素晴らしいですね。それが練習ってことなのかな。確かに、まずはそっちの方が理想的かもしれないですね。分かんないですけど、すごい世界だし、これラジオで全然通じねえぞ今の話そうか。いやでも7割そういった悩み持ってらっしゃる方多いのでですね。だから全然それに対してなんかコンプレックスを抱く必要はないってことですね、うん、少なくともね。その上でなんかいろいろ試してみてもらったらということですね、うん、はい、ありがとうございます。ぜひ頑張っていただきたい。最後1通読ませてください、群馬県お住まいのラジオネームみぞれ、夫とのセックスがつまらないです。あまりにも淡白でワンパターンなので結婚前に勇気を出して要望を伝えたのですが茶化されて終わりました。結婚後約7年間のセックスレスですが、産後の私や子供たちへの接し方と他の要因も手伝って正直夫とのレスを解消したいとは思いません。でも私も性欲がないわけではないので昔のセフレに連絡してしまおうか女性用風俗デビューしてしまおうかと真剣に悩んでます。40代にもなってセックスのスタイルを変えるのは難しいかなと思うんですが今から夫にセックスの楽しさを知ってもらうことはできるのでしょうかっていう。あれですね、女性向け風俗だったりそういったものを利用しないで、そうです、まだ旦那さんと向き合おうってそうちょっと思ってるわけなんで、うん、ぜひここは背中を押したいなと思うんですけど、ね、はい、45歳、そうね、長く付き合った人とのセックスパターンを変える、めっちゃ興奮しそうですけどね、それだけ聞くとね。それまでがもうすでに前儀みたいな感じですよねそうだね、確かにそうですね、はい、これ今までしてきたこと全部前儀で、はい、こっからが本番なんだと、はい、45歳、うん、人生楽しいな旦那さんに向かって、はい、私たちのこれまでは実は前儀だったのすごいキラーフレーズ出てきたっていうなんか、うん、もう一度向き合おうとして
いること自体がいいですよね。ね、素敵ですよね。すごい素敵、うん、実はこの方もう一つ、相談来てまして、一徹さんが風俗をプロデュースしてくれたら通っちゃいますということであっけなく夫が負けてるよ。かつて満載をお送りしております東京 FM ナイトダイバー、ここでですねトラベル TV だけでしか見られないコンテンツとして一徹さんご自身についてもいろいろと伺ってみたいと思います。一徹さんが人生で影響を受けたコンテンツ聞いたところ、小説は、松沢紅葉さんの美佐子のガチ恋俳優沼という作品を選ばれたということで、いやこれはもう本当に、ざっくりあらすじは26歳の OL の若い子リサ子ちゃんっていう子が 2.5 次元の舞台にすごくハマって、そこからこの舞台のなんていうんですかね、キラキラした部分だけじゃなくて裏側のこうドロドロした部分も映している愛憎劇っていうんですかをこう小説で書いてあって、その裏話がもうめちゃくちゃリアルなんですよ。プレゼントをその舞台の終わりに差し入れ渡しに行くんだけれども、その差し入れの中でも、控え室でこうラッシュは人によるけれども、なんかこう生物は捨ててるとか、握手をするためになんかこう握手券みたいなのを買ったりするじゃないですか。でそれも最後の鳥を取るのにこうバトルがあって、そうか、握手の行列の最後に行きたいんだ、回転していくために最後を締めたいから、私で最後の握手をしてほしいんだ、鍵締めっていうらしいんですけど思い出した知らない知らない世界で面白い。で、まあ、僕たちも似たようなところあるなって思って、そうですよね、確かに結構毎月のようにイベントやったりとかして、そのファンの方と直接会う機会があって、はいはいはい、で一応女性向けという立て付けでやってるのに幸せじゃないんですよ、リサ子ちゃんが。なんでですね、そのファンっていう感情だけではない、なんかもう特別な感情をその翔太くんっていう子に抱きついてて、翔太くんはみんなのためにって言ってるんですけども、彼女がいたりとか、でその彼女がまた SNS で似合わせたりとか、あーやだやだやだわそういうの本当にやめてほしいのよ。自分がやってきたことをこれ、なんだろう、なんかみんな役に立ってんのかなとかって思って、これ読んで思っちゃって、あもうこの人演者側でってことですね。だからね、一徹さんが読んだからね、はい、めちゃめちゃ衝撃受けて、なるほどな、あんまり活動しなくなっちゃいましたねこれで。え、あ本当ですか。ほどほどにしよう。はい、夢見させすぎてるんじゃないか。僕はそんな期待に応えられるような人間ではないですみたいな、ああふうに思っちゃった。もうちょっとハードル下げていただけたら助かりますみたいな。なるほど、はい、でもそうですよね、この推しという言葉自体に僕は結構前から懐疑的、そのどうなんだろうなと思ってて、あ推しにした対象を神格化する流れがすごい今強いと思ってて、最近強いですね。あの僕押される側じゃなくて自分が押す側になってた時に、あの俳優さんとか、はい、男性でも女性でも問わず、アーティストとかですけど、はい、勝手にそれをなんか物というかコントロールできるものだと思ってる節がファンはあって、あんなのあいつらしくないみたいなことを平気で言うというか、私が思い描いてた、この俳優像から逸脱してるからやめてほしいみたいなことを平気で言えちゃうとか、そんな人だとは思いませんでした。そうですそうです、まさに。でもあなたが好きでいるその人も人間であってプライベートがあって、恋人がいるし家族がいるしとかいろいろあるじゃないですか。それを全部遮断してしまう言葉が僕は推しという言葉によってなんかコントロールされてる気がして、人間なんだよ画面の向こう側の人もそうだし、なんか握手をしてるその人もだよっていう風に思って、少なくとも自分が消費者であり生活者であるときは、あの供給してくださっている方たちに対して、はい、相手も人間という気持ちを失わないように頑張ろうっていうふうに思って来てますね。良き消費者でありたい、良きファンでありたい。逆にあの押されたどう押されたいとかはあるんですか。差し入れ全部断ろうかなって思った時期ありましたね。もっとお金使うこと世の中にあるはずっていうのが今まですごい強いんですよ、すごいいいものくださったりする方いませんか。ありますあります。そのお金あったら、あなたの自身の生活をもうちょっとこう、豊かにできるんじゃないかと思ってるんですけど、でも押す側からしたらそのいいものをあげることでその人が満たされてるのかなと思うと受け取らざるを得ないし、ありがとうっていう気持ちになるしかないかと思うんですけど、未だになれないですね。差し入れ、全ての差し入れ、手紙も超ありがたいし全部読むし全部手紙ありがたいですよね。何よりもありがたいですね。ちょっとバイオリズム狂ってる時とか読むと、いや最高です。最高に染みますよね恥ずかしいけど引き出しにまとめて入ってるんですけど
いやそれ喜ぶと思いますよ。めっちゃ元気出ちゃうからそれやってるんですけど、うん、でも伊哲さん見てると確かにね、過剰サービスだな、俺がファンだったら超喜んじゃうなって思う時多いですね。すげえなって思う。で、よくないのかなって反省はしています。そうですね、確かにその距離感をちょっと僕間違えたのかもしれないですね。そうですね、なんか、はい、期待させてしまう何かがあってかね、伊哲さん話しててすごいそう思っちゃうんですよ。いや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 、なんかすげえ仲良くなれた気になっちゃうの。そんなことないですそういうのね あるからね。ありがとうございます、そう言ってくれて、なんかちょっとスッて楽になりました。まあ、でも本当お互い無理せずね、いい推し活できるように、そしてさせてあげれるようにっていうのが大事な気がしますね。ます、はい、最後に、一徹さんから勝瀬さんに聞いてみたいこと。ぽいちゃんは元気ですか、連絡取ってますかいやもうごめんなさい本当に。勝瀬さんとねご飯もお酒も一緒に飲んだ方で、うん、たまたまこの仕事のお誘いいただいた時にぽいちゃんからも連絡いただいたんで、あ元気にしてるのかなって思いながら、あれ勝瀬さんもそう、あれなんだこのタイミングって。確かにそうですね、本当だわ、はい、ちょっと連絡取ってるのかなっていうのね、さっき聞いてねで、そういうことか、はい、3人でご飯食うことに今調整をして、そうそう、さっきねこの収録が始まる前になったんですけど、はい、そうそうね、僕も本当に連絡取ってなくて、うん、ぽいちゃんね多分僕ら3人の中でこの5年間で一番売れた人なんですよね。確かにすごい勢いで認知度得たから上がってきましたね。あだからすごい行ったなって感じがしたんで、はい、人気ある人というか、うん、売れてる時に声かけるのちょっと恥ずかしくないですか僕だけなんかこう人気者に会おうとしてるんじゃないかみたいな感じの。わかりますわかりますよねこの感じ、はい、めちゃくちゃわかります。友達だったはずなのに、はい、ちょっともう今やめとこうかなみたいな感じになっちゃってて、はい、なんかぽいちゃんから僕も連絡もらって、はい、あこれ嬉しいなっていう風になってたタイミングだったんで、うんうん、それでさっき言ってたのからどうすかって言われて、うんうん、これはちょっとね運命じゃないけど、うん、タイミングが ね時を経て久しぶりにと思ったんで楽しみっすね。ワイダンセカンド、ワイダンセカンドですね絶対、はい、異次元の話出ますね、あれからこれやばそうそれちょっと楽しみに頑張っていこうと思ってますんで、はい、すいません、ね、勝瀬さんに聞いてみたいこと俺のことじゃねえいやでも聞きたいことあります。あれあるんだ。僕そのなんていうんですかね、時空が歪んでて連絡がなんて文章返したらいいんだろうって悩んでる間にやっぱり返してみようっていうことよくあるんですよ。一徹この皆さん知っててほしいんですけど、一徹さんの LINE の返事マジ遅いっすご迷惑おかけしました。その場の今日会うとかになったら絶対早いじゃないですか。あそうです ねこれは緊急をしてるから、はい、多分だから分かってらっしゃるんですよ、はい、お仕事に支障来たすと規制してますね。あそじゃあちょっとね我々いい年ですからねもう信頼を損なわないように。そうですね、はい、やだ優しすぎるんですよ。いや面倒、スタンプ1個でいいじゃないですか。オッケー行くぜ、行けたら行くぜ、やめとくわでいいじゃないですか背中押されたありがとうございま す。それで絶対いいですよ大体は。ちょっとポンドの飲み会スタンプでどれだけやり取りできるかちょっとやってみますよ、ね、俺大量にスタンプ購入してそのためにコミュニケーションできねえみたいな時間どうやってやるんだろう。それ面白すね。あるんじゃないですか。あります、全部の時間スタンプすげえ。それでくだらねえいい大人が何やってるの。すいませんでもそうですね、なんか引き続き連絡遅くても構わないですし、スタンプ1個でもいいんで返してくださいありがとうございますありがとうございます。ということでね、トラベル TV ご覧の皆様もね、伊哲さんがすごい楽しんでもらえたと思うんですが、引き続きまた見てもらえたらと思います。かつての最高をお届けしてきました東京 FM ナイトダイバー、2週にわたって鈴木一徹さんとお送りしました。ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったですね。楽しかったですし、いろんな悩みがありますね。ですね、すごいな。なんか楽しいだけじゃないですよねやっぱりね、こういうのはね。なんか不安に思ったりコンプレックス抱えてたりとかみんなしてますね。なんか悩みとかね、ほっとします。僕だけじゃないんだね。そう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 、本当にそれを共有できればいいなってすごく良かったなと思ってます。番組であなたからのお便りも募集しています。 OD 番組ページのメッセージフォームから送ってください。 X ではハッシュタグナイダイをつけて投稿してくれると嬉しいです。東京 FM ナイトダイバー、また来週この時間にお会いしましょう。勝瀬雅彦でした。伊哲さんありがとうございました。ありがとうございました。